さあ、始まりました。東京テイソンのオフィシャルチャンネル。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、本日はポンピース。最新話の考察でございますい。<ー>出ました。お久しぶり。お久しぶりでございます。いいますということで。今回は千百十話から千百十四話までの考察をしていきたいと思います。 作者は小田栄一郎先生。削ってください。発売日は千九百九十七年元百八番でございます。削ってくれ。物語はルフィが海賊王を目指す物語となっております。この回だけやっぱり本当に削ってほしいと思って。これはだめです。千百十話から千百十四話はどういうお話かというと、はい、もうこれですベガパンク配信会まとめましたね。こちらです。<の>はい、まとめすぎですベガパンクの配信会もとにかく。 ここが非常に重要になってくる回でございますから違うそのここまでスペースがあって、はい、なんで1行で収めんのよ収まっちゃうんです無駄があるんな左さあでは見どころ参りましょう、うん、2まずつ目「世界の悪ゴロウセイジャー爆誕」こちらでございますね <laughs> やはりもう <laughs> 大バカですか、ね、はよ、い、もうこれなんです大バカですか <laughs> <laughs>、はい、いやもうこれなんです1110話でもう、うん、なりましたう、うん、もうお化け お化けになりまして見てられない姿になりまして出てくる単価バカすぎますに竜気でありいつまででありサンドワームバコツ、うきこのね妖怪とかいろんなものになりましてもうこれご老うからご老星じゃに なりましたね。敵です。味方のフレーズだよ。あの敵の5人を探したんですが、いませんでしたので、その5人という括りだけでやらせていただき、もうこいつらがもうこの悪の。もうすごいことになって。今ルフィと戦ってるんですが、もうこいつらが倒せない。 強いとかでもないんだよなんか倒せれんね不死身なんですよ<ー>封印をするのかはたまたどういう風うに倒していくのかこの五老聖者ぜひ見どころですね皆さんこれ要注目ですルギアでしか聞いたことないですよそ爆,弾爆弾ですねルギア専用ワードでじゃあ二つ目です、えー ルフィ総中でございます逃走,、はい、走中からオマージュさせていただいたんですけれども <laughs> トウにかけても,一文字も母音がってない,じゃないですか、はい、ルフィでございます、うん、どういうことかと言いますともう逃げなければだめと<わ>これはもうここにいてはだめだと逃げなければだめということで、はい、もうとにかくみんながもうねとにかく逃げてます逃げてます<今>、はい、そしてルフィは逃げずに戦ってたんですけどドリーとブロギーが助けに来て一緒にドリーとブロギーと今逃げてるという、はい、これもまたいいじゃないですかドリーとブロギーとおっしゃっ 久しぶりですってお会いして一緒に逃げてるっていうね結構空いたよな結構空きましためちゃくちゃ100巻ぐらい入ってるからここで会うかとここで会うそしてこのルビーが覚醒したこの二カの状態で会うという、うん、ここがまた素晴らしいんですよそしてエルバフに伝わる神の姿だーって言ってるわけですよ <laughs> いやいやこれなんですよもう講談ですよこれがねもうねちょっと僕はその姿でエルバフのドリーとブロギーの人間たち アウトそして一緒に逃げてるというこの描写これはぜひ見ていただきたいんですよ一 <laughs> 回も構わなかったねはいもうこれは熱が入っておりますのです途中にゃーって言ってたよいました私、私にゃーって言ってました何にゃーって言ってたこれはね、やっぱりこの後逃げ切ってエルバフに行くのかなっていうニュアンスのとこですね <laughs> <やば> <laughs> ありありそうですねこれをぜひ見ていただきたいですはいでは三つ目ですワンピース界のタックー TV です <laughs> はい<も>これなんですはい。はい 配信だけでしょそれはもう本当に違いますタッグ TV はこの世の中の真実を伝えてくれてるんです私はタッグ TV の信者ですはい今回世界の真実を世に伝えるっつって配信が始まりました始まりましたもうすごいことをいっぱい言ってってるんですよ言ってますねもう本当に <laughs> びっくりしますよねあれねびっくりしました覚えてます 言うんだと思って海に皆さん沈むんですよ、うん、そしてジョイボーイのことも語ろうとしてるんですよすごいこと言ってるよなこれから一番絡み合ってくるであろうことを全て配信で言ってる言ってくれたよなこれはもう「ワンピース e 界のタッ c t v なんですよ <laughs> 海に沈むっていうこれやっぱり海というものがすごく大事になってくるっていうだしその敵でもなく海なんだっていうねそう全く予想してなかったですけど どうびっびしし <laughs> 自分のこのにはないでもいけることだなと思ったやっぱその<え>だって海って海がさ一個大きなテーマなわけじゃん「ワンピースって、うん、それを見た時に海に沈むって結構俺が漫画描くとしたらありがちなことなの、まあ、よもし俺が漫画を描くとしたら <laughs> 俺もそうした。 意外と周りくどくどないんですよルルシア王国でね、うん、アザフレームがあって 1m 上がったじゃんか、それで沈むっていうのがいけた、もっとメートルを増やせばいいだけだったから、いけたんですよ、これが数字考察、数字考察、なん数字考察,数字考察算数考察でいけたんですよ、これがね、ちょっと俺、やっちゃったなと思ったすべて数学って言ってくれ、算数なんだよ。 さっき言った、えー、ベガバンクの配信に関して私が考察を一個しました。はい、これが外れました。はい、何か覚えてますか。えっ、ー、と途中で終わるだって。そう。あのいいところまで喋ってこの世界はでバシャーンとこうご老星にそれこそ電電虫潰されて配信が途切れるって言ったんですが、うん <laughs> はい、めちゃくちゃ喋ってます。めちゃくちゃ沈むって言いました。すっごい喋ってます。もうそれで言ったら多分喋りきるでしょう。今回で。 こいつが知ってることだけはもう全部喋りますまだルート残ってる最後の一個言いたいことで切るみたいなルートもあるけどもう無,無理です全部言う全部言うさあでは考察参りましょうお願いしますこちらです海面上昇ですねもうこれはもう先ほどもいろいろ喋りました、はい、ベガパンクがこのもう世界が海に沈んでしまうんじゃないかというのを言ってたんですけれども、はいはい、あのこれ どういう、もう結構飛んでます、考察として、たけるのね、うん、はい。はい、どういうことって思うじゃないですか。はい。どういう原理でそうなんのっていう。うん、で、そう思った時に、ベガパンクが、あの、言ってました。私は、太陽に近づきすぎてしまった。はい、言ってましたね。言ってましたね。Okay. マザフレその近づきすぎてしまったっていうのは、距離の話じゃない。 そうなんでそれはそうだろう。距離の話じゃない。バカにしてるなお前もしかしてみんなを。太陽に近いものを作り上げてしまったというニュアンスなんですよ。要はマザー・フレイムあれは太陽エネルギーによってまあ作られた動くっていうものなんですけれども、これちょっと理科の授業を今からします。あなたと今から私は理科の授業をしたいと思いわかりました。はい、理科ちょっと図を描きます。さあでは図を描かせていただきました。なぜ 海面が上が上るのかということなんですけれどもこれはですね月の引力によって海面が上が上るんです要は満潮干潮みたいなことがあるんです<ー>これって月と太陽のこの引力の関係によってこの海面が上がったり下がったりしてるわけなんですよ。うん、じゃあこう見た時にこれはおののの質量によって距離が保たれてるんですよ。うんはい、で、はい、こうなった時に質量保存の法則っていうのがあって。 あやりましたねそうなんかあったあったそうただ、うん、これはもう家庭のお話なんですけれども、はい、質量が変わったらどうなるっていう話なんですよ、はい、ってなると月が近づくんですよほ<う>質量が変わればはははいはい、はい月が近づくということは海面が 上がるわけなんですよんで今回海面上昇というワードが出てきましたよね。はい、何が起きて海面が上昇するか、はい、マザーフレームを起こすことによって、まあ、太陽エネルギーですね、はい、太陽エネルギーをまあ使う、はい、まあ作ることによって質量が変わって月が近づいてルルシアとかあの爆発の時に海面が 1m 上がる。 ってことは、はい、そのマザーフレイム、太陽エネルギーがもっと莫大になったときに月がどん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 近づいてって、うんうん、海面が上がるということは、海に沈むという現象が起きるんですよ素晴らしい物理の先生聞きました、これはえ、物理えどこの物理知り合いの物理の先生にいるんだはい。すげえ知り合いの物理の先生に、でもそれは この地球上では絶対ありえないことい今ね今我々<あ>の地球,、はい、地球上ではありえないことだからまあこれは仮説ですはいじゃあなんで月を近づけてるんだっていう話そうだよ、うん、それは五郎星世界政府天領人の人間が月に帰ろうとしてるんです、うん、ほお<う>。もともとは月の人間だったということになってくるんですよなんでじゃあ五郎星は来たんだよって扉絵を見てみようでかーこれ その月というところで、えー、思い当たったのがエネルなんですうん、言ってたねなんかねそうなんですエネルなんです、はい、エネルの会の、はいえー、扉絵をいろいろ見たときに、はい、エネルスペース大作戦ボリューム三十六の扉絵を皆さん今見てください、はい、資源不足で青色の星へ飛ぶと書かれてるんですよ これはどういうことですかってもう皆さん分かったよね青色の星今ルフィたちが生活してる星ですそこに資源不足でこの月に住んでた人間たちがエネルギーを求めててやってきたんですよそのエネルギーは何かと言ったら太陽エネルギー この太陽エネルギーを駆使して巨大な王国、高度な文明を使ってると言ってました。この巨大な王国は文明を反映させてたんです。それをいいなぁ。羨ましいなぁ。という風に五老星の人間たちがやってきて、その資源を奪って月に帰ろうとしてるわけなんですよ。そうなった時に、ルルシア王国にマザーフレイムを起こした時の五老星のセリフいずれ その力が自在に使えたなら長い戦いが終焉を迎えると言ってるんですよその力太陽エネルギーの力なわけですよはい、はい、それをもらって月に帰ろうとしてるわけなんですじゃあ月はもともと何で動いてたのどういうエネルギーで何が不足,不足したの、うん、エネルの扉絵を見てください月にエネルがいる状態で電気がビリビリビリってなってるんですよももとと月は電気でで動いてたわけです その資源が枯渇してこの青い星にある太陽エネルギーを取りに行って今その太陽エネルギーを奪うための戦いをこの青い星でやっているんじゃないかなということなんですよだからそれをもらってあとはどん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 月を近づけて最終的に帰るというのが五郎星たちの目的なのではないかなと思うんですよ。合ってますそして<っ>マリー・ジョアマリー・ジョアはレッドラインの上にあるわけですよ。はい レッドライン高いですね高い,高,い高いんですけれどもともと要は五郎星が月からこの青色の星に来たということはもともとその月は今寄せようとしてる位置にあったじゃないかなとで今離れてて海面が下がってる、はい、でも今近づけようとしてるわけじゃん<ー>ってことはもともとはレッドラインのラインまで海が広がってただから昔の状態に 戻そうとしてるわけですよなるほどそう<は>そしてインペルダウンにいるドフラミンゴが言いましたこれ点,点点点点点点が入ってます言ってましたね,なんかね高いところへよと言ってるんですよ、はい、これはマリージョアじゃなくてそのさらに上月ということを暗示してる言葉なんじゃないかなと思いますね。<laughs> なあ来たじゃないでなぜ月を近づけて <laughs> 近づけて、はい、あの行こうとしてるかというとさっき言ったエネルの「スペース大作戦36」のところで左側の人たちが風船を持ってるんですよ。ってことは風船で飛ぶぐらいの距離の近くに月はあったんじゃないかと。超近い そう超近い, <laughs> 超近い、ね、ぐらいの近さっていうのを、うん、あの扉絵で暗示してるんじゃないかな、うん、ということなんですよこういうことだから五老星の目的は太陽エネルギーを持って月に変えるということこれはね成立してると思うんですよ、うん、つながりすぎてるもんな今回はマジ、ま、で、はい、それでは2つ目海賊うんうんもうシンプルですねベガバンクがジョイボーイとは初めて海賊と呼ばれた男だった っていうふうに言,う、はい、言,言いましたね、はい、どういうことかというと自由を初めて求めて戦った男という意味なんじゃないかなと、うん、だからシンプルにその五郎星川巨大な王国、うん、このどっちにも属さず、うん、ちゃんと自由になりましょうっていうのを求めて戦った男という意味でジョイボーイはそういうふうな言い方をしたんじゃないかなと思ったわけなんですよ自由求めようまあ奴隷解放軍だったってことだから そこの海賊と言ったってことね。そう。はい。三つ目、鉄の巨人です。出たね、でけえやつな。はい、でけえやつですね。これはどういうことかと言いますと、鉄の巨人今回動きました。直立する前に二回ほど動きそうなシーンが、目が光ったシーンが。それどこかというと、ドン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 。あ、ドンドンド わかりませんあのアニメ見てないんでどういうリズム感かわからないんですけれどもその引っ越しだったよ音色が鳴った時に目が光ってたわけですよどういうことかというとまあ二カが覚醒したという合図なわけですよでそれを思い返した時にベカパンクが言ってましたこの鉄の巨人はどこから持ってきたんだって話をした時に200年前にマリージョアを襲った時に 停止したのを私が持って帰ってきたんだっていうふうに言ってたんですよ、うんうん、あれれということはどういうこと、うん、ジョイボーイ以来、ニカ覚醒なかったって言ってたんじゃないの <laughs> 腹立つ子なんですね、<laughs> <laughs> あれれってなったら、200年前え、なんで鉄の巨人が動いてたの、うん、これはニカが200年前に覚醒してたんじゃないかと 私は思ったわけなんですじゃあこれが誰なのって言われたらちょっとそこまでは、うん、見えなかったんですけれども、うん、新キャラなのかもう出てきてる200年前の人なのか分かんないけど、うん、これは本当は200年前に覚醒してましたっていう事実がどこかで明かされるんじゃないかなと私は思いましたね。いいですねちょっとワクワクしまん、ね、これはだから、まあ、あるなだにそう,だもん、ねそう 通じもうね、これめちゃくちゃ合うねこれめちゃくちゃ合うねそうなってたらでその五老星が二課覚醒する時にしてた会話の中で、うん、何百年も覚醒してないみたいなことを言ってるんですよ、うん、これ何百年もってちょっとぼやかしてるんですよ、うん、ジョイボーイ以来覚醒してないって言ってたらジョイボーイ以来なんですよ、うんうん、でも何百年もって言ってることはあれじゃあ回どこかで 覚醒してんじゃないのっていう話いるじゃんね一人誰かが、ね、それが200年前に起きたことなんじゃないかということなんですよ<だ>これ誰だこれしびれますね誰だい200年前ちょっと覚えておいてくださいはいは4つ目こちらジュピーター星ですんん、うん。うん、2代目なんじゃないかという説が出てきました 2>, 2代目はいそれなぜかというと、うん、まず五老星が悪魔になった時、うん、私言いましたよね こいつ何に変化してたかというと「サンドワームなんですよ妖怪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 」妖怪妖怪妖怪手紙水っていうユーマんか仲間外れじゃないですか、うん、ここだけ、まあ、ベタだけど一つだけやっぱカタカナだもんねそうで先ほど言った二課、えー、が覚醒した時 <laughs> まあその何百年も覚醒してないみたいに言った時にこのジュー・ピーター星がではなぜ世界政府は わざわざあの悪魔の身にもう一つの名前を与えたのかって言ってるんですよ、はあ、で、その後、歴史からあその身の名前を消すためだろうみたいな感じの流れになってるんですけども、うん、世界政府って言ってるんですよなんか、よそのものみたいな言い方してるなで、鍵カッコついてるんですよ<う>え、なんで我々はって言わないんそう普通、自分がそれに加担してたら、我々はつけたんだ っていうのにうなんで世界政府はわざわざあの悪魔もう一つの名前を与えたんだって、うん、その時にはこいついなかったんじゃないか。<う>ってことは仙台ジューピーターが封印されてるか、うん、まあやられてるかわかんないですけど、うん、封印されてる状態で2代目として派遣された男だから昔の人たちは妖怪だったけど今だからユーマになった。今 だからこいつは2代目、まあ、はたまた3代目4代目なのかわかんないですけど、うん、そのもともといた人間じゃないんじゃないかと思うわけですよ。キューピーピターが言ったったてことで、ね、そ, <laughs> そのュー <laughs> ピーターの1代目先代はどうなってたのっていう話、うん、それが200年前に二課で覚醒したやつが倒してたんじゃないかっていうこともありえるよねっていう。 えー、こちらが今回の、えー、考察となっておりますいいですねはい。ちょっとここからいよいよ佳境になりますの、ね、で皆さんも、えーえー、置いていかれないように、えー、ワンピースを読んでいっていただきたいと思いますということでワンピース考察でしたアレスタチャンネル登録よろしくねおいビブラートタムライカー